というわけで、僕が経営しているですね、串カツだるまさんに来させていただきました。してないよ。で、もうすぐね、株価がちょっと上場するんで、そこですぐちょっとバイアウトしてですね、大金をいただいて、もうそれで YouTube やめようかなと思ってます。はい、でさ、今ルコアイーレに来てるんですよ、2階に、イエモンカフェっていうのがあって、で、漢字見たことあるなって思ってたけど、こいつさ、読まれへんくて、イエモンっていう漢字あるやん、これを、まあ、みんなやったら、まあ、多いお茶とかであるやん、イエモン茶って、これでイエモンって読めると思うねん、日本人やったら、だから、ミディイモンやんなって。もうやろ。乾杯。会話したいけど。ちょっとここは随分離れてる。なんだか欲しい。ん？欲しい。え？ちょっと。足で混ぜるかな。足だって。終わったろ。いや、いいよ。長いよ。これ何思い出すの？バナナ。いや、バナナっぽくなかったですか？どうやってさっきで言うの？これは6対4です。6対4です。6対4です。6や、6対4です。ここら辺も。ここで、こう。今回の企画なんですけども、はい、串カツ3。いや、いや絶対言うと思う。そう、串カツ100本とは多分あのサムネ書いてると思うんですけどもここのみんなで100本食べよう。あ、ほらみんなで100本食べましょうね。頑張りましょうね。地球企画をしていきます。はい、もう皆さんもう食べてるんでね、100本いけるかなと思います。じゃあ僕たちはまあまあまあ好きな8本1分目やね。はい、今日はもう大食い企画なんで腹7分目まで腹7分目までいきましょう。絶対、はい、頑張ろう。まあ、アスパラベーコンないんだよね。アスパラの方が絶対うまい。アスパラベーコンの方がうまい。絶対アスパラの方がうまいでしょ。アスパラベーコンの方がうまい。いや、絶対アスパラの方がうまいけど、アスパラベーコンの方がうまい。うん、いや、ちょ、ほんまにアスパラの方がうまい。アスパラベーコンの方がうまい。いや、ほんまにアスパラの方がうまい。アスパラベーコンの方がうまい。いや、アスパラの方がうまい。でも、ほんまにアスパラの方がうまいから。いや、アスパラベーコンの方がうまいけどな。いや、ガチ、ほんまにアスパラベーコンの方がうまい。あ、アスパラとベーコンが一緒にやってるやつ。アスパラの周りにベーコン巻いてるやつ。いや、アスパラの方がうまいから。ほんまにアスパラの方がうまい。もうええやん。もうええやろ。ちょ、もうやめへん。でも、とりあえずアスパラの方がうまい。アスパラベーコンの方がうまい。こいつマジでアスパラベーコンの方がうまいからって何言ってんの。でもほんまに黒毛和牛ステーキの方がうまいからね。トノオッケー、20分いきます。もうお前カートで一気に注文せえへんねん。お前貴様悪いな。おいどうなんすか。おいはい、というわけで、最近なんか串カツで起こっためっちゃ面白かったこと、悲しかったこと話そう。串カツ久しぶり。難しい難しい。豆腐ちゃん？え、可愛い。すげえ可愛い。トノ。なんかこのビール越しで旦那さんこう写真撮ってね、でアップしてニキビ写して。そんなことない。そんな言ってない。何お前が作り話して。串カツ食べたことあったっけ？ない。デートとか。ないよ、マジでない。え、多分ほんまに串カツないと思う。これ。の。うん。すき家。すき家多かったな。すき家多いよ。なあ。すき家が俺たちをご飯してくれたって過言じゃないか。過言じゃないよ。これマジですよ。
喧嘩した日もすき家行って、撮影に気合入らない日はすき家行って、撮影終わって頑張ったなご褒美にすき家行って、手洗いにすき家行ったの。手洗いにだけ。そう、トイレしにすき家行ったし。ほんまトイレが行くからんかったよ。お前目を開けなきゃ。お風呂で、ね、バスタオルないときにすき家で拭いてたの。好きな神が、うん、好きやが俺たちをここまでしてくれました。ファンの皆様のおかげじゃないです。好きやの皆様のおかげです。好きやの皆様のおかげに、あのリーズナブルさっていうの、リーズナブルさ、まあ、安いとかね、そうリーズナブルなね、あの値段が僕たちにとってはすごい、博士だったら、博士って呼んだっけ。いやいや、博士でしたっけ。博士つくだけ家です。あの車乗りちっちゃいな。黄色のたまに来るよな。あのさ、図書館のやつ知ってる。めっちゃ怖い。知ってるよ、もう森の教えだってんの。あ、そうやってくる。マジで怖い。左じゃ見られへんけど、コナンまだ一人で撮ったの。まびくりしてたよ。たまたまあのコーラがまだ喉にあったから驚いてなかったけど、ほんまもうびっくりしてた。でさ、こういうの来たら肩幅が出てくるの。なんか肩幅が出てくるの。いらないよ。タイヤ人ぐらいしかない。広い。広い。ない、全然。例えるならミスターイグレイブか。広い。広い。じゃあ、じゃあ、ボムの前。それだから、それを言ってる。僕は27ぐらいまでには最近さ、結婚は26まで思うねんけどさ、あの、プチエナの恋愛を経て、経て、あの、マランダが、その、経て、経てね、経てね、経てとか言いたいだけで、経て何経て思ったのが、その、まあ、流すじゃないと思ってるけど、まあ、1位の価値観っていうのが、経てね、俺らの5年を経て、映画な、あの人も今ヘテんねん。あの子、お前ヘテる途中やで、5年経ってたら AOL かもしれへんしな。 AOL って何やろ。別れたら俺が AOL やもう AOL やから今ヘテ中、ヘテる途中やから今は、俺ら5年はヘテるやん。今はあの人ヘテる途中や。もうええでもあの人が AOL かもしれへん。もうええなんやん。実際見たら家族になったし、結婚する前あ5年を経すぎるとなって、山が付き合ってる人を経すぎると、何やねん、刺激出れへんの。俺話しろちゃんと、みんなちゃんと経って俺もいろんな人にあの経てて、いや経てて、ない話しててて、あのほんまにいろんな話だけど、付き合う期間が見すぎると、ほんまに家族にいる、ほんまに妹にしか見えない。なあとな、見せすぎてしまうとダメっていうか、体を、ほんま裸とか、出すぎると、ほんまに、なんかな、見慣れてしまう。好きな人の前で着替えるとか、好きな人の前で、その洗濯物を下着を干すとか、あと、な。あと、平を着すぎると、平を着すぎると、ちょっと、もう、な、良くないよな。女性、男性として見れにくくなってくる。女性、男性として、見にくくなってくる。何年くらい2年やりたい。いや、ほんまにちょうどいいけど、2年減ると、まだドキドキやね。ドキドキやね。結婚する前に家族に行く。家族になるよ。間違う。家族になのよ。まあだからとりあえず今話して分かることは口数が遅いがよく分かった。話はこの時間の話を経てまだ来てないということは大丈夫。全部こっちだけはしたはず。だいぶ繋いだ話はしたはず。正直今口数来てたら元のワワでもよかったレベルだった。じゃあ結婚したいというより結婚式がしたい。遊びにしたらいいやん。マジックされたの。パッてつけて話したら結婚式でマジックされたの。すげえ。それさ、ここしか二人しか分からへん。だから二人で笑うんですから。ええ感じ。ほんまにやろ。反対やし。うまいこといかんか。女の人は大体女の人しか言うんだ。
お前は呼ばん。呼んでくれ。さすがに呼んでくれ。あ、スケさん呼ぶ。でももうほんまにお前の結婚式折れちゃうしか。やってくれた。夜。え、でもほんまに折れちゃう。お前がいい。でももう家族じゃないと思うね。俺やと思う。で、俺の時は絶対お前ちゃうし。お前任せられへん。すみません、この感じなんて言うんですか。右イモン様。お前、もしもイモン様から右イモン様からのスピーチですって、で、見なかったよって言われたら、たまったのやろ。どうだろう。それでは、串カツにまで大体8万本頼んで、あやっときたんで、あと9900本ぐらいはまた後で決めます。痛いね。草刺さったお前、クシン。これ八度漬け禁止なんで。まだまだいけるんで。もうお花もねよく言うな。最近なんか上がるな。待って、あ、どう。ほんまに、こんなのほんまに切れそうだって話してる。ファンの子に。わ、自然のファンに切れるって。なるよな。ほんまにないねんけど。日曜日、地元の子と奈良にある遊び場ってところに行ったんだ。カラオケをしたり、地元の友達と普通に楽しもうとかして、めっちゃ変装してきた人とか、1年生とか、そんな感じのレベルの子を気づいてくれてた。で、最初こう気づかれて、まあ、やばいバレたと思って、席ブワーって言ったら、めっちゃ流行るから、その追いかけてきて、ほんまに1年生くらい。あ、そうです、ありがとうございます。うん、わー、いや、ほんだら、ちょっと部屋、こう、いやいや、やばくない、結構、部屋、こう、普通そうなんですよ。お前リアクションだ。話楽しい。ちょっと思い切れへんから。ずっとこれやねん。あまりにもなるから。何みたいな感じで。その時点で。何あ、ごめんね、今飛ばしてるから取れないよ、ごめんね。でもそこで諦めへん。もっと何十分か後かにずっとほんまに一回断って。え、コンコンとかじゃないってこと。おいしょ。お前これ5分ぐらいだ。え、届け。5分はそう、まず1、2分はずっとこれ。プライベートも近いし、部屋コンコンとしに行くのとちょっと違うよ。親は何をしてるの。ごめんね、今プライベートの時間やからさ、親持ってる。子供だけだったら分かるよ。親は持ってる。ほんで、親に言ってくれた友達が、じゃあ分かるんですけど、今プライベートで見えるんですよ。笑いながらなんて言ってたんですよ。もうほんまにめっちゃ腹立ってそれ。そこで反省するんやったらまだしない。一回注意して大人対応取ったんやん。ほんだからせやせんやんけ、大人が。ちぇーちゃん言うてるわ、見てほしい言うて。なあ、エビさ、何個食べた。でも2本ここにシップあるから、1本ちゃう。え、
絶対ついてるよ。うわっ。だってエビと思って食べさせられたのにキスやったらさ、キスってまだ持ってますよ、うちのワイプ持ってます。こっちまでなんか飛んできました。お前一人で笑ってる。あれ好きやな。お前見てるだけや。こっちから全員近い。自分のこと大好きやん。アホ、アホの水でめっちゃ面白い。なんかさ、ヤンキーしてモリタでさ、ぶん殴られた。怖っ。俺なんか、YouTuber なってね、変なってね。鍋っぱいやけど、まさに舐めたくない。なんでよ、モリタがいいよ。お前、コシコシコシは。食べんね、こいつ。っていうこと好きやん。うか。うか。え、何目？え、4やけど。お前、全て8やって。胸焼きするから、いいやん。なんで了承したことを使ってる。こんな大好き。食べや。ほんまに、お前の量がかったじゃん。お前、ごた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 うっせんげ。どうしてますか。いや、頭おかしいな。年が過ぎて誰が4分目で終わんの。羨ましいわ。喋らんといて。歯が見えてるのがおかしいな。歯が見えることはないよ。カメラマンの大体歯を。カメラマンは歯抜いてても見えない。ちょっとね、限界が来てます。ほんまにさ、最近さ、めっちゃ歳感じる。さ、大学生とかがさ、よくさ、そうさ、わっかみたいなのあるよね。お前ら最近大学生やったやん、思うけど、それが今を分かるな。分かるやん、うん、公園で遊んでる子とかおるやん。滑り台とかブランコで遊んでる子とか、お母さんに連れてこれ、連れてきてもらってる子とかおるやん。わっかーって思う。これ増えてんの。いやー、これね、そこまで何やろ。そのカメラかもちょっと結果、82本ぐらい、102なんですけど、いらなかったんですけど。いや、ほんま楽しかった。もう在庫なくて、店に。そう、用意した。在庫ないんです、すいません、参りました。全員がこう、やめてみたもう、あ、おろしてください、大丈夫です。誰もあげてない。もう店員さん全員もう参ったって言ってあげてくださって。なんで、まあ僕たちの勝ちかなと。勝ちか。負けちゃうよ。勝てる。絶好のチャンスで勝つとき。勝てる。ない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